ようやく会えたようだな、宮本武蔵。間違いないようだな。まるで獣のようだな。さすが徳川の嫡男を斬っただけのことはある。いざ勝負。その体では刀は抜けぬな。うるさい奴らだ。どこか他の場所でやってくれ。誰だお前は。無礼な奴だ。武士なら名を聞く前に自ら名乗るもんだと教わらなかったのか。邪魔をするな、この坊主。邪魔をしたのはお前たちだ。わしの眠りを妨げた。なんだ、怪我をしているのか。おい坊さん、あんたには関係ない。早くどっか行け。口の減らない奴らだ。何しやがる。なんだこれ。なぜ動かぬ。なんなんだこいつ。どうする、やるか。覚えておれ。傷の具合を見せろ。え、このままでは傷が化膿して死んでしまうぞ。いいから見せろ。大丈夫か。少し疲れただけだ。そうか。少し先に古い社がある。そこで手当てしよう。これでよい。あとは数日もすれば治るだろう。すまない。どうして俺を。深いわけはない。わしは刀で斬られた男を見ると放っておけんたちでな。わけは知らんが追われて疲れているのだろう。今日はもう休め。
宮本殿、剣士といえど人間、逃げてばかりの人生はつまらん。新たな人生を歩みたいと思うのなら、今日の落外、祇園の大門へ参る。わしは先に行ってお主を待つ。だろう。ここでは夢、幻まで全てが金で買える。ここじゃ金を持ってるやつが殿様だ。浮世。ん？おお、あの女ありゃ相当の上玉だな。なんだ、お前もうお目当ての女を見つけたのか。いや。しばし待たれよ。いい場所、いい女、こんないい世界はないの。の、ん？ああ。ん？どうした？浮かない顔して。あの天神の踊りが好かんのか。いや、そうじゃないんだ。じゃあどうした？いや、なんというかそのこういう状況は不慣れで、それにあんたにここまでしてもらうというのもちょっと。なんだお前、そんなことを気にしてたのか。いいんだいいんだ、金はパーッと使う方が気持ちいいだろう。ああ。ようお越しやす。ん？うまい。美人に継がれる酒は格別じゃ。お上手。あんたこの町は長いのか。はい、
もう10年になります。おお、しかし10年で天神になるとは大したもんだな。いや、うちなんかまだまだどす。太夫の姉さんたちに比べたら。はい、先生も。いや、俺は先生などという身分じゃ。何を言うとるんだ。いいんだ先生で、ここじゃ金を持ってるやつが先生なんじゃ。そうどす。この町じゃお客様はみんな先生どす。そうか。少し酔ったようだわ。わしゃ正面に。ああ、それやったら誰ぞご案内よ。ああ、いいんだ。あんたはここでこいつの相手をしてやってくれ。え？あんたを指名したのはこいつなんじゃ。わしゃ夜風にでも当たってくるからゆっくり楽しませてやってくれ。どうした？桐生藩、この町の女にはな、過去てもんがあらしまへん。え？この町では今がすべて。他人の過去を知ろうとするんはいけずやわ。つまり愚問だと。そう。でもどうしても知りたい場合はうちを見受けするしかない。桐生藩にそれができはる？いくらかかるんだ？500両。500？そう、500。もし桐生藩がうちのこと自由にしてくれはるんやったら。うちのすべてを教えてあげる。預かってくれ。え？俺はあんな男は嫌ん。え？そやかて丸腰やったら。大丈夫じゃ。え？奴はただの剣士じゃない。あんな酔っ払いの侍なんぞ素手で十分。さすがだな。どうした？大丈夫か？お侍様、誠にありがとうございました。これはお約束の。いや、しかしこんなに強いお侍様がいてはるなんて幸運でしたわ。なあ吉野。ええ、さすがやわ桐生藩。ほな、うちらは後片付けがおますんで、お客様はお座敷の方へ。
ほな、うちも。金で買えないものはないか。そうだ、それが祇園色町。決めた。ん？何をだ。俺はこの町で生きてみようと思う。お前、わしからの選別だ。受け取ってくれ。達也って名前にしたって聞いたからな、これを仕立ててみたんだ。いいから着てみろ。似合っておる。どうだ、気に入ったか。ああ。何よりだ。お前もせっかく祇園で生きる気になったんだから、このくらいかぶいても問題ないだろう。あんた、そんな荷物持ってどこかに出かけるのか。ん？おう、そうだ。どこへ。国に帰る。え？そうだ、カズマの助ってのはどうだ。ん？カズマの助？ああ、一直線に進む春芽の落とし。お前のようなまっすぐな人間にはよく似合う名前だと思うが。カズマの助か。ん？どうだ、不満か。いや、気に入った。その名前もらおう。よし、今日からお前は桐生一馬之助だ。祇園で思いっきり暴れ回れ。